なぜか、キャリーちゃんにフォローされてて、これ僕のフォロワーさんなんですけど、ねちょっとフォロワーさんさらしちゃってすいません。僕のこのフォロワーさんなんですけどね、今日朝起きたらフォローされてたんですよ。一応フォロー返ししたんですけど、なんか僕とコラボしたいって言ってるみたいです。大阪なんですか、この方。一応知ってるんだよ。スーパーナイスさんの、 パル、パルパルが言ってた。スーパーナイスさんの元カノっていうのは知ってる。ご、大阪の人。いや、他の人もフォロー、フォローバック100%したいんだけど、コラボするご、ご飯だけでも行くありがとう、フェイス。あ、フェイスありがとう。一応、LINE だけ送っとく。 一応ラインだけ置くとくか。で、どうする枠切り替えるどうしよう。枠切り替えるかこれ。配信。いや、協定は勝ち逃げした、うん。いや、もうくるちゃんのこと書かないで。ハイジさんありがとう、ハート。いや、もうくるちゃんのこと書かないで。あの、くるちゃんの配信さっき見たけど、やっぱちょっと辛いよ。うん。 やっぱ辛いよ正直一緒に4日間も一緒にいたら別にくるちゃんのことディスってないからね正直4日間も一緒にいたらちょっと最終日ちょっとしんどくてもう1人の欲し時間欲しいなとか思ったんだよ正直くるちゃんほどいい子でもねなんで青鬼さんそんなこと言うのめっちゃよ,よくしてくれたのにそれでもやっぱ別れたら 別れた後、やっぱ寂しいよ。いや、早っ。キャリー、キャリーちゃんからもう LINE 来たんだけど。キャリーちゃんからもう LINE 教えてくださいって DM したら、LINE 来た。ちょっと話す。話すか。枠切り替える。枠切り替えるか。 い大阪なの。リスナーさん、それだけ教えて。キャ,キャリーちゃんって大阪なの。スーパーナイスさんの元カ,ロ元カノ、元カノでしょ。すいや、ナッチョシちゃん、なんか、キャリーちゃんからフォローされてたから、まあ一応配信者同士だからフォロー返したんだけど、あナンバーなの。なんか俺と、なんかコラボしたいって言ってるみたいだから、どうしたらいいのかなって。 コラボしたいあとちなみにあのもうちょっとまあ3週間前ぐらいからまあ言ってたんですけど裁判の起こされることになったのはちょっとガチですねもうちょっと本当にもう終わりましたねマジでほんまにどうしようとりあえずどうするキャリーちゃんと LINE する キャリーちゃんと LINE する、外配信の端末から一回切り替えようか。何の裁判か、だから今から話すから聞いてよ。今から話すんだって。まだ話してないんだって。やばいな。なんかもうこういうこと起きたらね、競馬も狂ってくるんだよ。こういうこと起きたら競馬で裁判費を勝たないといけないってなって、配当高いのを狙っちゃって、外れ、外れてしまって、ペース苦さらがられるんだよ。 とりあえず、ちょっと、配信切り替えようか。ちょっとどうしよう、キャリーちゃんの話もしないといけないんだけど。どうしよう、競馬も調べないといけないのに。今日は正直、最後、協定はね、ちょっと残念すぎたでしょ、結果が。協定はすいませんでした。協定はちょっとすいませんでした。だから明日、その分、10万円勝負しようかなと思ってて、気合入れて予想しようと思ったんだけど。 あと借金も返さないけど、今日借金20万したから、いや、勝ってないよな、なチョょしちゃん。4000負け、今日。まあでも、10万負けから9万6000円ひっくり返せたら、まあ、勝ちみたいなもんでしょ。とりあえず、ちょっと、キャリーちゃんの LINE 登録するわ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。画面固まります。とりあえずキャ、キャリーちゃんに LINE だけ送った。うん。キャリーちゃんに LINE だけ送ったから、ちょ、ちょっと待ってね。 あ来たちょっと待ってねいや別にいいじゃんコラボコラボするだけ別にいいじゃん別に別に配信者同士でコラボしてね俺はもうトークスキルがないからクるちゃんとも全然会話弾まなかったんだよ別にやらしい気持ちでキャリーちゃんとコラボするわけじゃないよあのリスナーさん今日今からキャリーちゃんとご飯行くことになりました ラインで今ちょっとどうしよういやもうモテすぎてやばいただ聞いてキャリーちゃんただリスナーさんキャリーちゃんは別に下心下心っていうか普通にご飯配信者同士でトークスキルを高めるためだけにちょっと食べに行くだけですフェイスありがとうちょっと待ってお風呂入るか キャ,キャリーちゃんとナンバー行くことになりました今からちょっと待ってねとりあえずちょっとお風呂入るんで一回枠切りますねえパルパルから言われてお前のこと誘っただけえどういうこといやたいちょっと待ってとりあえず9時半にとりあえず9時半に いや、裁判の話ちょっと持ち越していいですか配信ができないよ。とりあえずご、ごめん裁判の話ちょっと待って、9時半に、ちょっともう待ってくれ、9時半にな、あのー、ナチョスちゃんじゃないわ、ナッチョスちゃんごめんね、9時半に、えっ、ー、と、キャリーちゃんともう何分待ち合わせしてるから、今からお風呂入ってきます。なんで一回配信終わりますね。 で風呂入る理由ってだって昨日から入ってないもんずっといやタイトル見てきてて待ってくれよ話したらもう間に合わないもんでリスナーさんくるちゃんってリスナーさんくるちゃんってあのー、なんで今スーツが届いたのくるちゃんって何でかりちゃんの大阪来てた時にスーツを持ってきてたの何でかりちゃんの家にくるちゃんのスーツがあるの それだけちょっと教えてくれないなんか今さっきクルちゃんの枠見てたらクルちゃんの枠見てたらなんか着払いで荷物が届いてカリちゃんの家にあったクルちゃんのスーツがクリーニング済みのスーツが届いたんだって違う違う違う付き合ってたからでど寝泊まりしてたからってスーツ何で持って行ってたのあコスプレなのコスプレ配信しようとしてたのいや忘れ物ってだってスーツ持って行くか普通 えー、パルパルのニュース取り上げられなくなるって。じゃあちょっとお風呂入りますんで、すいません。裁判ちょっと待って、もう、時間がごめんね。なんか釣り配信みたいでごめん。でも釣りじゃないんだよ。でごめんね、もうキャリーちゃんと9時半に待ち合わせしてるから今から行きます。すいません、一回終わりますね。いや、キャリーちゃん、どう,どうしよう。中心するか。 どうしよう。どうしよう。嘘つきじゃないって。うん、とりあえずお風呂入ってくるわすいません。一回切ります。とりあえず家に呼ぶ。いや、家に呼んだらまた面倒くさくなるからね。いや、やっぱやめとく。ありがとう、花火。ありがとうございます、カタカナの方。明日頑張りますね。ちょっとどうしよう。 とりあえず、キャリーちゃんの、ちょっとやっぱ中心しようかな。どうしよう。いや、いや、はて、俺ね、すぐになんか約束しちゃう癖があるんだよ。すぐになんかリスナーさんに例えば、家行っていいですかって言ったら、入、はい、ってすぐに返事しちゃう癖があるんだよ。で、結局返事した後に、やっぱやめといた方が良かったなってこと結構あるんだよ。これ俺の悪い癖で。で、まゆちゃんの時も、まゆちゃんの時もね、付き合う。 付き合うって言ったのにそすぐに付き合わないって言ったりしてちょっと空返事しちゃうんだよ女の子と絡むのと思う人もい,るいや俺もあんま女の子とも絡むそうくるちゃんもそうどうしよう家へ来れるか聞いてみる家来れるか聞いてみるかでも俺正直キャリーちゃんはあの正直たタイプではないよマジで い正直言うけど。いや、本当とにタ。タイプではないよ、マジで。いや、ま、マジで。だって、もうめんどくさいもん。だって、いちいち、なんかセ、セックス、なやりもくとか言うのがもうめんどくさいんだって。ちょっと、どうする家来れるかだけ聞くか。電車代出すから家来れますかって聞く。やめ、やめとく。いや、 ゴさん俺もトークスキル鍛えないと全く女の子と喋れないからどいやーもうへうわまたやらかしちゃったもうもう9時半に待ち合わせしてんのに家来れるか聞くかちょっと待ってね電車代出すのでとりあえずもう連闘ブロックね いや、キャリーちゃん俺知ってるよ。配信は見たことあるよ。え、キャリーちゃんってクマさんありがとう。キャ、キャリーちゃんって結構地雷なのあ、嘘。感情線止まってるの地雷なのでも俺普通に。キャリーちゃん今配信してるのうどうしたらいいのもう。配信してるの配信はしてないよ。あ、配信してるよ。 あキャリーちゃんとりあえず家来てくれるみたいなんで裁判の話しましょうかとりあえずキャリーちゃんが来たらお風呂入るわ、うん、キャリーちゃんが家来たらお風呂入る、うん、絶対今臭いから裁判の話しますねまあずっとしようとしてたんですけどねえタイトル規制になった いや、ゴリラさん、普通に、あの、普通に、あの、レ、その、なんて言うんですか。ふ普通にあれ、レ。まあ、あんま言い方ちょっと難しいけど、タイトルも規制された。裁判ってダメなの。いや、止まりはダメだって。止まりはダメだよ。止まりはダメだよ。だってもう、 あのキャリーちゃんが求めるようなことは俺できないよだってオナニーもう朝に2発したからねオナニーはちなみにもう朝に2発しましたまあいいまあなんでしたかは分かると思うけどなんでオナニー2回したのかはまああえて言いませんけど今日はもうあれ静止ポイントはゼ,ゼロですね 会心に変わったな裁判ダメなのこれでいく裁判でダメなのいやそんなできるのすごいいやそう2回やったのはクるちゃんを思,思ってやりました2回あのおかず抜きでおかず抜きでクるちゃんを持って2回やったそれは別にいいじゃんそれは別にいいじゃん だから今日はマジで2回やったよ。まあ、2回目ちょっとか,かなりあれだけど。とりあえずお、お話しするよ。あの、とりあえず今日別にリスワン狙ってるからとかでやってるわけじゃないんでね。リスワンも絶対取れないと思うし、なんかあの、黒人の方。黒人の方が今日リスワン取るでしょ。だからリスワン、リスワンとか言うのはやめてくださいね。うん リスは絶対無理だからねポイント的にあありがとうございます花火いつもありがとうございますそしたら今うんそしたら引っ張らずに言いますねえっ、ー、とーこれですね、うん、はあじゃ見せますねくるち,ちゃんが片付けたからどこあるかわかんないんだけどあったとりあえずー 裁判のあれ証拠見せますね。こちらになります。こちらになります。いや、スネ夫さん、俺悪口言ってないよ。で、これが何かというと、これですね。そうです。NHK から、うん、NHK からね、このかなり大きい書類が来たんで、多分裁判される。 裁判される話で、まだ開けてないです、ちなみに。ちなみに NHK はかなり俺ディスってて、いや、おもんないじゃなくて NHK の視聴量の裁判だと思うよ、多分。しょうもなくないって。N, N、NHK 俺配信でめっちゃディスってるじゃん。釣りじゃないって。これ裁判だろ、どう考えても。だって今まで小さい書類で NHK のお金払ってくださいって言われてたのに、 大きいやつできたらこれ裁判確定だろう。いや、こんな大きいやつ届く。開けるよ。怖えわ、マジで。怖えよ。何これあ。支払ってくださいってやつだけだった。 すいません、裁判ではなかったです。裁判ではなかったですね。なんかキャ、キャリーちゃんがタクシーで行ってもいいっていう言ってるんだけどさ、ちょっと、ど、どうしよう。いや、こんなじゃあ、大きいやつで送ってくんないな。俺、本当に、NHK 結構ディス、ちょっと待って。いや、NHK から来た時点で裁判ちゃうって、だって、あ、動き出した。じゃあ、それ、電車で来てって言ってくれないど、どうしたらいいの 運転再開してるどっちでもいいってリスナーさんキャリーちゃんがリスナーさんどうするリスナーさんキャリーちゃんが家に来てもいいって言ってるし俺の家でもいいとは言ってるんだけどあアンケートるど,どうするタイトル「変える」はもう叩かれるからどっちでもいいどっちでもいいって言ってる 正直、正直言っていい。もう、火薬ハウスもいいでしょ。キャリーちゃんの家行こっか。じゃ、キャリーちゃんの家行くね。じゃあ、キャリーちゃんの家行くわ。じゃあ、リスナーさん。リスナーさん、もう、だって火薬ハウスはもういいでしょ。クるちゃんでもお腹いっぱいでしょ。俺の家来て、俺の家来ても、俺の家を、その家庭訪問しても、 もう新鮮さないでしょ。クるちゃんが全部掃除して全部映してるから。じゃあリ、リスナーさん、お風呂入ってくるね。とりあえず、キャリーちゃんが家に来てもいいって言ってる来るから。いや、もう掃除してるもん。もう綺麗だもん。いや、止まらないよ。俺、原付バイクで行ってすぐ帰るよ。競馬も調べないといけないし。じゃあ、一回お風呂入ってきますんで。うん。じゃあ、終わりますね。 すいません。今日ちょっとお風呂も歯磨きもしてないんで。一旦終わります。じゃ女の家行くなんて仕方ないじゃん。お金ないんだからもうお店とか行ってももうお金、俺ないよ。一万はかかるからね。飲んだりしたら一万はかかるからね。じゃあ終わります。一旦お風呂入ってまた枠つけます。じゃあ、じゃね。すいません。でよかった。NHK の件はマジでよかった。 今から行くお風呂入るからちょっと待ってねいやそれ思ったいやそれ思ったつナちゃんに、うん、競馬は今日4000負け10万負けてたけど4000負けで終わったよありがとうフェイスいやツナツナにちょっと似てるのはまあ思ったけど、うん、まあ行ってくるよ終わります一旦また延長チケットかかったねかねもううぜえなマジで、まあい